続いて本日の審判団を紹介いたします。主審久保田陽介、副審桜井大輔、副審千葉直文、第4の審判上松健太郎、マッチコミッショナーは川内。
いて離脱選手を紹介します。ユーマーディフェンダー20番キム・デイキョー、ミッドフィルダー6番エベルトー、ミッドフィルダー16番加藤シヒロ、フェアプレーフラッグの入場です。
背番号2番高橋秀則選手に代わりまして背番号14番沼田圭吾選手が入ります。